どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ついに最後の動画となりました。今回の、動画ではですね、キヨキヨ祭のグッドアタック賞、タウンホール9の方1名、タウンホール8の方2名を一気に紹介していきたいと思います。どれもユニークな攻めなので皆さん注目していってください。ということで見ていきましょう。はい、こちらはですね、アースさんなんですけれども、カタカナのアースさんです。はい、今回キヨキヨ祭アースさん2人いらっしゃるんですけども、今回はカタカナのアースさんでございます。編成は何でしょうかね、ハイブリッドに、ホグライダーを積んでいるんですよね。これ非常に面白い攻めだなと思いました。早速見ていきましょう。まずはですね、こちら、サイドカットしたロイヤルクロークをここで発動しましたね。サイドカットをしてバーブリアンキングと、ゴーレムを中心部に送っています。こちらもですね、最初にリーチを発動して、もうヒーローのちょっと、レベルが低いという点を補っております。さあ、ここで、ジャンプの呪文を発動していきました。さあ、ホグライダーとかはちょっとどこで、出すのかを見たいので、ちょっと全体をね、見つつという形でいきたいと思います。そして対空砲1つ破壊、そしてエアスイッパーが破壊されるのかな。相手のヒーロー30なんですよね。さあ、ここでホグライダーが出てきました。こちらは、ヒーリングを出して、ホグライダーで対空砲を破壊しようという魂胆でしょうかね。これはうまい。そしてアーチャークイーンまだ生き残っております。そしてヒーラーが組み込まれているので、まだヒーラー、アーチャークイーン回復しますよ。そして、下から非常に大きな面で、ラバルですね出していきました。これはちょっとですね、改めて見ましたけどうまいですね。そして、アーチャークイーン、今死ぬのかなこれ。アーチャークイーン、ちょっとさすがババリアンキングレベル28ということで、やられてしまいましたけれども、このラバパピーの数。いや、これはちょっとすごくないですか。ホグライダーで対空砲1本破壊、そしてゴーレム部隊で1本破壊、そして下からのラバルということで、これは非常にユニークな攻めでした。残り40秒は、まあ、施設破壊ということなんですけれども。ということで、まず、アースさんのタウンホール9の方のリプレイでした。続いて、タウンホール8の方の、グッドアタックリプレイを見ていきたいと思います。はい、こちらはですね、エニレダさんという方でございます。タウンホール8の一人目の方でございます。編成はホグラッシュ。早速見ていきましょう。こちらもですね、非常に考えられているホグライダーだなと思いました。まずですね、ゴーレムじゃないわ。ジャイアントで援軍を釣り出していますね。タウンホール8でこのドラゴンレベル5が出てくるって相当嫌じゃないですか。相当嫌ですよね。さあ、そして、こちらポイズンはまだ打ちません。さあ、ここでネクロセットで援軍を処理しようという考え方なんですけれども、非常にドラゴンも、そうですね、ドラゴンも処理できるかなと思います。さあ、どこから来るのでしょうか。こちら援軍処理は、終わりまして、バーバリアンキングを出してきましたね。これはどういう意図があるのでしょう。さあ、ここで、ホグラッシュ。ホグラッシュですよ、これぞ。これぞホグラッシュという形でございますけれども。そしてヒーリングを右側に打っていきました。左側に打つのでしょうか。ちょっと、巨爆の位置が多分そこですよね、やはり。他に 2×2 のマスがタウンホールの上にありますけれども、なんか隠して辛くさいですよね、正直。なので、先打ちヒーリングということで非常にうまいですね。さあ、そしてここで、毒、ポイズンを打っていきました。ポイズンでスケルトンドラップを処理することによって非常に、うまいですね。そして中心部、ここでちょっと巨大クロス棒じゃなくて、巨大爆弾が来ていますけれども、ここでこのホグライダーの数、ここでヒーローも処理できて、スケルトンドラップも処理できていますね。そして、私ですね、今回グッドアタック賞をですね、この方、エニレダさんに、チョイスしたのはですね、やはりヒーリングの打ち方であったり、援軍処理であったりですね、ここもほぐらい、もう綺麗だなっていうのがあったんですね。例えば、先ほどの攻めみたいにですね、何でしたっけ、もうほんとホグライダーであったり、ハイブリッドホグライダーですよ。そういうですね、こう、なんだこれはみたいな攻め方ではないかもしれないんですけれども、非常に綺麗な攻め方。今回のキヨキヨ祭りということで、皆さん緊張していらっしゃった方も大勢いたんですけれども、その中でこうして綺麗なリプレイというのはですね、非常に、重要視といいますか、こう重宝されるというか、リプレイでございました。ということで、二人目の方は見ていきましょう。
はい、続いてアイクさんでございます。ターンホール8、最後の方のリプレイとなります。こちらですね、編成はゴワイプ的な感じなんですよね。そして裏ホグという形で、これ非常にですね、ターンホール8でゴワイプからの裏ホグっていう、そういう攻め方はですね、あまり私見ないなと思いまして、こちら今回選ばせていただきました。そして上手いんですよね。はい、上手さも必要ですよ。ただ奇抜なだけですとダメなのが清々祭でございます。そして皆さんですね、まあ一括してと言いますか、皆さん援軍処理がうまいですね。はい、まあここではちょっとゴーレムでちょっとゴリ押しで、まあ進めていますけれども、しっかりとウィザード3体をつけて円滑にドラゴンを処理できていると思います。そして、下から、まあゴーレム出していくんですけれども、ここでキヨキヨサイ名物ヒーラーですよ。もうキヨキヨサイ名物ゴーレムにヒーラー、もうですね、こちら皆さんちょっとハマっているんですかね。こちら今回の攻めに関してはヒーラーをつけなければならないという、縛りプレイはなかったんですね。しかし、この攻めヒーラーを組み込んでいるということでございます。さあ、そして、もう何でしょうかね、ターンホール8と言いますか、ターンホール8でこういう攻めするんだっていう感じなんですけれども、ターンホール9さながらのウォールブレイカーレイジと、そうですね、ウォールブレイカーレイジを発動してくるんですね。この方ちょっと将来的に有望ですよ、この方ねえ。このウォールブレイカーレイジをターンホールの8の時代で使いこなし、なおかつ、後ろからホグライダー、そしてヒーリングを打つという、これ有望ですよ。アイクさん有望ですよ。ターンホール9でこういう攻めができるというのは非常に今後の攻め、今後のターンホール9になってから非常に、もうすごい優秀なプレイヤーになってくるのかなと私思いますよ、本当にアイクさんは。そしてですね、まだウィザードも残っていて、ホグライダーも結構な数が残っております。非常にうまいですね。ゴーレムもまだこの時点で小ゴーレムが4体も生き残っているということで、さあそして残りは施設破壊ということで進んでいきます。ということで今回はですね、まあ、3日間ぐらいにわたって、ターンホール、まあ、キヨキヨ賞であったり、あとはグッドアタック賞、見ていきましたけれども、皆さんどうでしたでしょうか。まあ、ヒーラーをね、まあ、今回結構綺麗な攻めであったり、まあ、ちょっと美く、まあ、綺麗な攻めであったりとか、あと奇抜な攻め、おお、これすごいなっていう攻めがたくさん見れたかなと思います。次回、キヨキヨ祭になるものがあったら、また皆さんよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。